こんにちは、クリプティックです。今日は2017年12月20日です。日本時間の午前10時過ぎでしょうか。今日はですね、別のテーマを用意してたんですけど、パソコンを開いたらなんかすごいことが目の前で行われていたので、ちょっと見ていましたが、これビットコインキャッシュですね。35分間の間に 26% 上げてました。そしてその後また急降下してまた今上げてきたという状態ですね。その間にビットコインがどうだったかというと、ビットコインは40分の間に 10% 下げましたね。そしてまた戻してきたと。この間僕も自分のバイナンスのアカウントを開いてみたんですけど、もう全く取引ができない状態でしたね。で、目の前でスルスルと16,500から14,800ぐらいまで落ちて、そしてまた16,500ぐらいまで戻ってくるというね、その間わずか10分15分ぐらいというすごい状態がありました。ということで今日の仮想通貨市場ですけども、荒れていますね。ビットコインマイナス 10%、 ビットコインキャッシュがプラス 50% と。昨日は全部オールグリーンでしたけど、今日はアルトコインも結構赤が多いですね。イオタは 16.67 プラスということになってますけど、イオスも 18.5% プラスですね。ビットコインがなぜか 10% プラスというよくわかりませんが、ネオもマイナス 15%。 はい、ということでですね、まあ、イオタはこれ 16.6% 上げてますけど、イオタはグッドニュースがありましたね。イオタはドイツ初の、仮想通貨なんですけど、同じくドイツのロベルト・ボッシュのベンチャーキャピタルがイオタに出資をするということですね。非常に大きなニュースじゃないかと思います。ロベルト・ボッシュ、ボッシュ大手、家電大手ですね。車関係のものもいっぱいありますね。ということで、はい、仮想通貨市場全体を見てみると594ビリオンと、これちょっと前までいつですかね、640になったんですね。一度これは、まあ、19日、昨日ですよね。昨日一度640まで行ったのが一気に、まあ、10% 近く落ちて、もう594ということですよね。下向きです。なんですが、ビットコインを除いたアルトコインは、まあ、なんか上向いてますけど、これちょっとリアルタイムで反映されてるのか定かじゃないですが、はい。で、ビットコインの占有率は仮想通貨全体に占める占有率 50% を久々に切りましたね。 48% まで落ちているというふうな感じで結構荒れています。さあ、このビットコインキャッシュの爆上げ、 50% 上げ、これはまた何が起こっているのかということですよね。まあ、このチャンネルでも何回かビットコインキャッシュについては取り上げてますけども、まあ、また今回のタイミング、まず一つは昨日も取り上げましたビットペイという仮想通貨の決済システムですね。ここでビットコインキャッシュが取り扱われるということが発表になりました。これがどういうタイミングだったかというと、ちょうど昨日ですね、このビットコインの難易度、マイニングの難易度調整があって難易度が 17% 上昇しました。そしてそのタイミングで、今現在はですね、ビットコインキャッシュの方が 1.27 倍ぐらいですかね、 1.25 倍かなぐらい、利益率が高いんですね、という状態になっています。ということで、まあ、マイナーにとってはビットコインを掘るよりもビットコインキャッシュを掘る方がいいという状態になっているわけですね。そして、こちらのグラフも、皆さんに何回かお見せしていますが、今日はまたすごいことになってますね。これは24時間の取引量、ビットコインキャッシュはこんだけ 3% しかないんですね、仮想通貨全体で。ところが、この平均のトランザクションバリューはビットコインキャッシュはこの圧倒的に大きいということですね。ということで、まあ、大きなお金が、トランザクションの数は少ないけど大きなお金がバンバン入っているということで価格が動いているみたいですね。そしてこういうニュースがありましたね。ビットコイン .com の CTO、 ビットコイン .com というのはロジャー・バーナーやってる会社ですね。で、この CTO であり、コーファウンダーであるエミール・オルデンブルクさん、この人はもうビットコインはユースレスだと、価値がない、だからビットコインからビットコインキャッシュに乗り換えるということを言ってますね。ここで実際にこの、まあ、ビットコインキャッシュここでを投じているのかどうか。はい、ということで、まあこうなるとですね、ビットコインはピンチですよね。結構手数料はもう非常に上がってきてます。もう
この表によれば30ドル近くまで上がっているということになってますね。そして気になるメンプールですけど、トランザクション未処理の状態のメンプールがやはりここで今急増してますし、もうずっとこの10万件を超えてるんですよね。もう1週間以上ですね。そしてこの全体のこのメンプールの残数の多さ、これはもう過去最大級になってきた感じですね。ということでビットコイン一体どうなるんだろうという、まあ動きの多い状態になってます。そしてですね、まあこちらニュース、まあこのちょっと激動が起こる前のニュースばかりですけど、まあ基本的にはポジティブなニュースが大きいです、多いですよね。こちらはブロックチェーン.info の CEO は、2018年にはセントラルバンク中央銀行が仮想通貨を保有するようになるだろうとかですね、こちらビットコインに投資している人のほとんどは28年も仮想通貨が上がると見ているだろうとかですね、これはティーンエイジャーのビットコインミリオネアはクリスマスにビットコインをあげるよって言ってますねとかですね、この方モアさん、ビットコインはさらに 500% 上昇するというふうに言ってますね。 500%、 6倍ですね。はい、というような、まあニュースもあったわけですけども、さて先物ですね、先物はどうなったんでしょうか。18日に19日に、昨日ですね、上場した先物ですけども、その影響はあったのか。まあ先物の板はねスカスカだということで言われてましたけども、まあでもそういった先物、そういう空売りの扉を開かれたということでね、注意喚起のまあことをなんか喋ろうかななんて思ってたんですけど、まあそうするまでもなく一気に今こうやって、まあ、荒れた日になりましたね。まあ正直もうちょっとずっと、上げが続くのかなと思ってましたけど、まあこんぐらいで逆に調整入ってくれた方が、まあ自分は良かったなと思いますけどね。あんまりこのまま上げ続けるのもちょっと怖いなみたいな感じがありましたんで、まあここで一回調整があったのはマーケットにとっては良かったんじゃないかと自分は捉えています。さてまあ先物ですね、先物っていうと、先物というかね、空売りっていうと思い出すのが、92年のイギリスのポンド危機ですよね。ジョージ・ソロスが、まあ、ポンドを売り浴びせて、そして英国銀行が3兆円以上ポンドを買いましたんですけどね、支えられずに負けたということで、ジョージ・ソロスはそれで2400億円だったかなとかですね、の利益を上げたとかっていう話ですけども、まあそういうようなことがですね、まあ売り浴びせということによって起こるわけですからね。まあ僕が心配していたのは、このままどんどんこのポジティブなニュース5倍になるとかね、もうみんなポジティブで2018年も全部上がると思ってるとか、まあそういうのがニュースも多かったので、中央銀行まで持ち出すとかね、本当かよって感じでちょっと逆に怖い感じがしましたけどね。さらに先物をね、上場したばかりで仕掛けるということではなくて、さらにどんどん上げたところでみんながもっともっと歓喜にあふれてる中でドガーンと来るのかなとかね、いう不安もありましたけど、まあ逆にこの調整はある意味良かったんじゃないかと思いますし、仮想通貨市場に入ってからね、まだあまり調整を経験してなかった人にとっては、まあ、こういうのはもうたびたびあると思って、さらに大きいでも十分あり得るかもしれませんので、まあ、くれぐれも楽しみつつ気をつけつつ仮想通貨投資も楽しみましょう。ということで、それではまた。チュース。